的障害のカップルに避妊処置を提案していた江差町のグループホーム。STB が初めて施設の中に入りました。このグループホームの個室で暮らす40代のカップルです。共に知的障害を抱えています。今日の昼食は配食サービスのおかずに手作りの卵焼きと味噌汁。9年前、同棲を決意した頃、2人はパイプカット手術などの避妊処置を受けました。相談して意見をもらいながら決めたっていう感じですね。子供を持ちたいとかって考えたことはありましたか？ないです。実はそれはないです。グループホームを運営する社会福祉法人アスナロ福祉会。結婚同棲を希望するカップルに対して20年以上前から避妊処置を提案してきました。背景には何があったのか。施設側が今日単独取材に応じました。正直過去独身の利用者が3名ほど、妊娠して2人についてはまた堕胎したりということと、あと1人はいわゆる施設内で子供を産み落として、そして、殺人殺してしまったと、こういう経験値っていうのは事実ですね。彼ら彼女たちカップルがまずは何を一番望むのって、2人でやっぱり一緒に生活するっていうことが第一義の要件なんですね。要求なんですよ。子育てすることが望むことじゃなくて。この施設で処置を受けたのは8組16人に上り、これまでに出産を希望するカップルはいなかったといいます。それでも施設側が望まない妊娠のリスクを考慮した際導いた答えが避妊処置の提案でした。男女交際をしていって、その結末というのは必ず望まぬでもないけども妊娠ということが待ち受けているとしたときに、なかなかやっぱりご両親が、やはり兄弟が、じゃあそこもサポートしますって話にならないし、じゃあそれが我々がね、すればいいじゃないっていう話もあるんですけども、実際にはやはり私たちの部分としては、やはり障害を持つ現時点でのやっぱり支援なもんですから。そもそも施設に入居する障害者夫婦が出産子育てをする際に支援する制度はありません。国が想定していないためです。グループホームは原則18歳以上の利用者のみが入居できます。子供は対象外です。七飯町の別の社会福祉法人が運営するグループホームです。ここでも施設内での結婚や同棲を認めていて5組が暮らしています。しかし避妊処置をしている人はいません。子供ができた場合の支援体制について検討を重ねる一方で、法の整備の必要性を訴えます。法制度は整ってないので、例えば健常の子供が生まれたとしたら、その子はグループホームに入ることもできない。両親障害当事者からね引き離す形になるわけでしょ、その子供も含めて家族全体をサポートの対象にしていいですよっていう法改正ですね。こうした現状に国は、結婚出産子育ても含めて障害者の方がどのような暮らしを送るか、本人が決めになられること、これが前提となっています。障害のある方がその希望に応じて地域で安心した生活が送れるよう、どのような支援が利用できるのかなどの立場に立ってですね、引き続き対応していきたいというふうに考えています。障害者の選択の自由と子育て支援の在り方をどう考えるべきか。道や江差町は今日も施設に聞き取りに入り、避妊処置の事実確認を続けていますが、国を含めた対応が今後求められます。